大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで512人トーナメント前回の続きをということなんですけどね、なんかねちょっとこの最近なんかコメントに対して返すみたいな流れがあったんで、それがなんか個人的に私の中でちょっと面白くなってきて、なんか気になるコメントがあったらここで、ちょっとだけ触れておこうかなと思って、そんなコーナーを勝手に作ってみました。題してコメント返しのコーナー、イエーイということで、本日コメントいただきましたのは、0079鬼友さん、いつもありがとうございます。そして、シンプルイズザベストでも言いましょうかね。楽しいから見る、ただそれだけ。いやーもう素晴らしいですね。まあ私、この実況をいろいろずっとやっておりますが、まあ一本筋が通ってないというか、浮かれてはしゃいだり、はしゃいで浮かれたり、悩んで落ち込んだりというような、こう行ってきたりをずっと繰り返すような、もうブレブレの人間ですからね。こういうシンプルに分かりやすく応援していただけるコメントは本当にありがたいです。もちろんね、いろんなたくさんコメントいただいている方もたくさんいるんですけどもね、本当になんかここ最近では一番僕の中で、刺さったというかね、ありがたいコメントでした。0079鬼友さん、今後もよろしくお願いします。さあというわけでね、そんなことでちょっとなんとなくこんな違うことをやって、なんとか変化をつけて、チャンネル登録者数を増やそうとかっていう、こすい考えをしておりますが、前回の続きやっていきましょう。512人トーナメントシャープ69ということで、現在は予選 O ブロックの1回戦の終盤ということになりました。本日6試合をお届けして、ちょうど1回戦が全て終わるというところ。さあ果たして前回のようにクリティカルの試合が連発されて、収録時間が短くなるということになるか、まあ分かりませんが、とりあえず6試合の予定で進みたいと思います。まずは本日の1試合目、1回戦の第11試合、井上雅夫対丸藤直道の試合をお届けしてまいります。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクロ西岡が実況を務めさせていただきます。というわけで今回は各ファイプロ団体 WMW が、2017年から3年半ほどの歴史の中でエディットしてまいりました512人のレスラーを一堂に会してトーナメント形式で、誰が一番強いかを決めるという企画でございます。512人を16のブロックに分け、各ブロック32人で、予選トーナメントを開催。その予選トーナメントを勝ち上がった16名のレスラーで決勝トーナメントを行い、その決勝トーナメントを制したレスラーが512人の頂点ということになっております。試合ルールにつきましては、基本ノーマルルールの時間無制限一本勝負ですが、クリティカルの発生率が高く、阿部史郎レフェリーのカウントを叩くスピード、移動速度など全てが速くなっているのは、早いこと決着してちょっとでも長丁場が短くなるようにということを考えたわけでございます。これね、でもね、今度もし同じようなこの全員参加のトーナメントをやるとしたら、キリが言い数字は、512人の倍、1024になりそうなんですよ。なりそうというか、計算上は一応なるんですよね。32人参加の予選トーナメントをやって、で、それを32ブロックやるというような一応計算を出したんですけどね。16ブロックの次が32ブロックかなというようなところ、まあ多分もうそうなると誰も付き合ってくれそうにないのでね、さすがにそれはちょっとやめようかと。まあいつになるかわからないですしね、まあそんなことを思っておりますが、試合の方に早速集中してまいりましょうかね。いつまでやってたらキリがないので、というわけで対戦しているのは井上雅夫と丸藤直道ですね。まあ2人ともまだ現役で、井上雅夫って今いくつなんやろ、今ふと思ったんですけどね。51歳、あ、同い年や、学年も同じぐらい。いやー、そういう考え、そういう見方で言うと頑張っておられますよね。もともと全日本プロレスからノアに行っ
って、でその後今はフリーっていう立場ですかね。パワーの持ち主ではあるけども、あまりなんかこうパッと冴えない感じ、中堅どころから脱却できない。しかしながらプロレスの試合運びを三沢光晴とかに、認められて、でノア、まあ、三沢社長時代にはその他団体から来たとか、フリーで参戦することになった、レスラーとこの井上正雄がまずは対戦する、というようなことがあったっていうのは確かあったはずですね。まあそのなんていうんですか、僕はそのね、その時代のノアをあんまり見てないっていうのを何度も公言してますから、この井上正雄のことも知ってるようで知らないレベル。ただ視聴者の方にいろいろこうご意見というか聞いてると、まあ正雄ワールドと呼ばれるような自分井上正雄しか出せないような空気感を出してたっていうのがビンビン伝わってくるので、あ、やっぱりそれは認められたんだろうなと。でファイプロでそれをなんとかこう表現しようとして、この512人の中に何人かいる、そのなんて言ったらいいんですかね、勝ち負けはちょっと度外視して、面白キャラクターとして、どういうロジックを組めるかみたいなことにチャレンジしたかなり初期の方の一人ではあるかなと思います。ただまあ井上雅の場合は普通に試合したら実はちゃんとした実力者っていうのもあったりするので、そのさじ加減は難しかったなと思いますので、さあどうなるかというところでしょうかね。オリャーラリアットとこういうのはなんか一応、それなりに再現したと思います。さあ対するは丸藤直道、これ直道でいつも合ってるんかなと思いながら、いつも漢字で言うと正道って書くんでね、正しい道とか言うんですよ。まあ、説明不要の、日本のプロレス界における、ね、トップクラスのレスラーであることは間違いないんですけども、今はなんかでもどっちかっていうとノアを、塩崎とか、剣王とかに任せてちょっと一歩引いて、一応ノアじゃあサイバーファイトか、だからノアとかと DDT とかも統括するその会社の副社長的な存在になってるはずですよね。まあどっちかというとその社長業の方に、今勤しんでおられるというようなことなんでしょうね。まあ個人的にはそんなあんまり全日系を見なかったと言ってましたけども、言ってますけども、この丸藤と健太の試合はやっぱりちょっとすごかったなと。で何年か前にね、健太が丸藤の20周年かなんかで帰ってきて、シングルで結局また戦ったおーだったんですけども、まあやっぱりあの頃の方がちょっと良かったから、運気があったかなみたいな感じですけど、あとこの人ね、どうでもいい話ですけど、丸藤さんめちゃめちゃお酒が強いんですよね。ノアの公式チャンネルでなんかそういう企画やってるんですけども、尋常じゃないぐらい、まあプロレスラーってこんなもんなんかなと思う、あ、これぐらい飲めるっていうイメージがある、そのまんまを、体現してるというかなんですけども、なんかね、だからこそ余計プロレスラーより社長業としてそのスポンサーさんとかの飲み会に顔を出したりとか、そこでこうぐいぐい飲んで社長さんを気分良くさせるとかっていう、そういう谷町筋界隈の仕事に今なんか精を出してるんじゃないかなと思ったりすると、またこのいらぬどうでもいい心配と妄想ぶりが僕の中で発揮されて、丸藤さん肝臓だけは気をつけてくださいねというようなことですかね。 あとはどうでもいいですけど、井上正雄さんは、僕と同じ痛風持ちだそうです。痛風界のプリンスと呼ばれるとかなんかのありましたね。はい、とりあえずもう自分の知ってる情報を叩き込んでおきました。試合時間11分54秒、丸藤直道の、ポールポジションじゃないな、絶対ポールシフト、ポールポジションって言ったらまた怒られそうやな。ポールポジションです。はい、すいません、ポールポジション、ポールシフトなんかそうなんでしたね。丸藤直道が井上正雄を KO した試合でございました。
さあというわけで今日も淡々といきましょうかね。予選おっぱいブロック、デイブ・フィンレイ対佐藤光る1回戦の第12試合お届けしてまいります。試合開始です。さあということで、そうそう、これな、この話な、ちょっとな、なんか長くなるからあんまり、ちょっと最近のねプロレスネタを、ちょこっとだけお話、気になる話がねあったのが、まあ、いつもこうやってなんかプロレスネタを喋るときにそのネタの収集をする、収集先というか、参考にさせていただいているのが、ブラックアイさんっていう、まあ、昔からやっておられるプロレス、まあ、ブログといったらいいかプロレスサイトというかね、まとめサイトみたいなのがあって、で、そこを見ていろいろ、あ、こんなことあったんやとかっていう、もちろん試合結果なんかもあるんですけども、ちょっとプロレスに関するこう小ネタ見た、小ネタって言ったらおかしいけども、関係しそうなことみたいなね話が書いてあるんですけども、でそんな中に森達也さんっていう方、もしかしたら有名、もしかしたらとか僕は知らないだけで多分有名な方のような気がするんですけども、映画監督とか映像をなんかこうやってる方なんですかね。いやめっちゃ有名な人やったらどうしよう、全然僕の無知がまあ相変わらずですけど、その森達也さんがなんかツイッターで発言してて、最初はその新日本プロレスのレフェリーが弱いっていうような、そのなんでそんなことになったのか僕は新日見てなかったんで分からないんですけど、後々で考えるとそのレフェリーがそのレスラーから攻撃を食らってノックダウンされるというかするっていうような、多分まあそれも演出といえば演出なんですけどもがあったのかなと思う。じゃあなぜそうなったかというと、その、ツイート つぶやきの連続であったのが、そのレスラーがやる、パンチやキックなどの攻撃に、同じような音が入っている、その、多分その方映像やってるから SE って言って、この SE っていうのは確か、サウンドエフェクトかなんかいうあれですかね、まあ、要はその効果音みたいな感じです。その効果音を入れてるっていうようなことになった判断をされたみたいなんですよね。でそれが、まあ、映像の、まあ、プロとして、新日本プロレスや、テレビ朝日、がその音を合わせる、攻撃に対して合わせるのが同じような音だからあれはやめた方がいいのになと、だから多分そこから、まあ、レフェリーが殴られて大した攻撃じゃないのに、その後で音がかぶさるから、だから、レフェリーがすごいノックダウンされたみたいな感じになってるけども、本当はされてないのになみたいな感じ、なんかそんなんじゃなかったかなと思うんですよ。それは僕のもうあの情報不足で、憶測でものを言ってますから、違ってても、もうごめんなさいってすぐ謝ります、知りません、ということですね。謝るのか知らないのか、知らんっていうのはまた別か、ということですね。でその後当然それを、まあ、あのツイッターでつぶえたわけですから、プロレスファンの方がそれをまあ嗅ぎつけたかなんかで、いやちょっと待ってくれよと、スラップ音、まあ、よくある、打撃を入れるときに攻撃する側のレスラー、最近はだから受ける側のレスラーも自分のどこかの部分を叩いてそのパンというような破裂音を出すことでその演出をしているというようなことがあるのはご存知ないんですかみたいなツッコミと、それともう一つは生観戦してる自分たちの耳に聞こえるのはじゃああれは何なんですかと、テレビ番組で、編集が加わって SE が乗っかってそれを見てるというんであれば、生観戦してる時に音が出てるということは会場でもその音を流してるのかというような、まあ、痛烈なツッコミが入るわけですよね。で、まあ、その後それを、まあ、意見反論や意見が来ました、自分 の、 知識不足、情報不足でしたみたいなことになって、どうもすいませんでしたっていうようなことになって、まあ、まあその経緯としてはプロレス仲間と、同じ仕事をしているプロレス仲間たちと話になって、あれはそういう風になってるよねみたいなことになって、そういう発言につながったっていうようなね、理由も含めて謝罪をされるということになったんですよ。でそれをまあ見ながら、
あの僕としては以前から申し上げているように、あのスラップ音も僕は違うなと思うんですよね。あの蹴るときにトラスキックとかミドルキックとかハイキックとかやるときに自分の太ももを叩いて音を出してすごい衝撃音が出てるようなことをするのはどうかなと思ってるわけですよね。だからそれのもう一個先行くところの世界があったかと思って、ちょっと僕は気になったというかね。まあ演出としてそこまでやって、このそういうことを知らない方、一般のプロレスを初めて見る方がその楽しみと思ってるんだろうな、演出としてそういうことなんだろうなというのね。で僕はそれをなぜじゃあそのスラップ音をあんまり僕はよくは思っていないかっていう と、それなしでもちゃんと音を出す蹴りを出せる人がいるからっていうふうに思ってます。今ノアにいる中島克彦とかも多分そうだと思うんですよね。いや、もし中島克彦がスラップ音をめちゃめちゃ使ってるんであれば、僕はもう完全に白旗を上げるしかないんですけどね。ただでも絶対いるはずなんですよね。そういうのをあの出さないで、まあ言ったら生音って言ったらいいんですかね。生で蹴ってしっかりと音を出せる、それはそれで一つの技術、もしかしたら、なんですか、ダメージはないけど音だけ出せるっていう技術なのかもしれないですけどね。そういう意味で言うと演出は別に決してダメではないんですけども、なんかその僕はもう今ねプロレスの見方として変態になってるなと、まあ今佐藤光がいるんで光がいるんで変態つながりになるんですけども、プロレスの試合をたまに映像で見た時とかに、そのミドルキックとかでパーンっていい音がしたら、そこを録画してるやつやったら巻き戻したり、ネットで見てたりしたらそこをちょっともう一回振り返って、どこで叩いてるんやろうとかってそういう見方してしまうんですよ。もういやらしいなと思いますけどね。だからそれがまあ僕はそう思ってるというだけでね。だからもうさらにその上行くのかなみたいなことになると、ちょっとなんかああこうやってプロレス見てる人もいるのだと思ったら、なんかね寂しくなったなって思った。まあ考えすぎですかね。はい、というわけでしんみりした感じで試合の方に集中していきましょう。デイブ・フィンデーですね。デイブ・フィンデー、デビッド・フィンデーが息子、デビッド・フィンデーのお父さん、イギリス出身でしたっけ。イギリスじゃなかったかな。まあ、あのキャッチャーズキャッチキャンができるレスラーで、新日本プロレスとかにも上がってて WWE にも上がってると。で、あの鬼軍曹的なキャラクターなんですよね。まあ何ていうんですか、先ほど言ったそのスラップ音とかそういうのと、世界観としてね、もしかしたらこのデイブ・フィンデーもスラップ音出してるのかもしれないですけども、その何ていうんですかね、真反対にいるような感じ。スラップ音の演出とかとは真反対で、ガチンコで、めっちゃ怖い、プロレスラーというものを演出きちんとできる人みたいな感じ。実際にガチンコでプロレスができて強い人みたいな僕の中では印象があるんですよね。あとはプロレス体型というのはですね、ボディービルダー体型ではなくプロレスラー体型というようなことをで、結構初期の頃に作ったんですけども、あんまりまあ登場する出番がなかったんでね。さあ今日はどうなりますか。しかしその相手が佐藤光ということで、元パンクラス格闘家出身で、そこからプロレスを始めて、でまあその変態いろんな意味でこの人変態ですからね。リアル変態でもあるような気もするし、なかなか扱いに困る、そうでもないか、本日もクリティカルの日なんですかね。現在は全日本プロレスのジュニアで活躍しながら、フリーで他団体にも上がったりする、所属は全日じゃないんかな。鈴木みのるとね、たまに試合をしてお互いの近況を報告し合うみたいな感じが僕は個人的に好きなんですけどね。パンクラスの先輩と後輩でみたいな感じなんですけども、はい、というわけで、試合時間17分37秒、デイブ・フィンレイの何やったっけな、ケルティックなんとかっていう、頭から落としていく技というね、結構えげつない技でもないか、で、佐藤光 KO ということになりました。またどうでもいい話で終わってしまいましたが、まあねしょうがないです。
里日からまたどっかでお会いしましょう。はい、さあでは行きましょう。ジョニーエース対パトリオットということで、古き良きババジャイアントババ、前日時代対決みたいなもんですかね。では行きましょう。本日の3試合目、1回戦の第13試合お届けしてまいります。試合開始です。さあということで、もうこの2人はね、特に説明不要という、まあ、レスラーとしてはね、両方とも先ほど申し上げたように全日本プロレスで、一時代を築いた、レスラー、外国人レスラーですね。まあ全日本プロレスでその外国人レスラーとしていろんなこう未知の強豪みたいなのが現れて、そのまま、もともとトップ外国人レスラーとして呼ばれてきてるレスラーとはまた別で、中堅ぐらいでやってきて日本で、こうキャリアを積んで、人気も出て努力を重ねて、でそこでこうなんか成り上がるみたいなのし上がっていくというタイプのレスラーと、大きく分けて2つに、3つに分けて、やってきたけどもやっぱりダメだったっていう人たちとね。でもともとそのトップだったのは当然、ブッチャーやブロディやアンドレやハンセンやとか、とかっていうようなレスラーはもうトップであることを約束されてきて、トップ扱いを受けて、で実際に試合もやって人気も高くて、そのままトップでずっとあり続けるというレスラーもいるわけですよね。でそうなると、このジョニーエースとかパトリオットっていうと、僕の目線ではですよ、もしかしたらもっと深く知ってる方、詳しい方にしたら、いやいやちゃいますせと、オーナーそうじゃないよっていう方もおられると思うんですけどね、僕の中ではこのジョニーエースなんていうのは、トップを約束されたわけじゃなく、でもその全日本プロレスに来ていろいろアイデアと工夫と努力を重ねて、でずっと上に上がっていくというようなサクセスストーリーがあって、パトリオットにはパトリオットでそういうストーリーがあってということだと思うんですけどね。だからそういう意味で言うと、本当にそういう泥臭い努力を頑張ってきた人っていうような意味もあるんじゃないかなと思います。でこの2人にまた共通するのが、外国人レスラーとして、この架空ファイプロ団体 WMW で、大きな爪痕を残すことには成功してるんですけども、ダメな時はダメみたいな感じのね、なんかそうなんですよね。ジョニーエースなんてこの WMW に登場して、一時期は、鬼のように強いと、なぜこんなに強いんだって言われるぐらいトップ扱いされたんですけども、しばらくしてから、これはそのレスラーの数が増えて、ジョニーエース以外にちょっと強い上のレスラーが出てきてしまって、それが私が、エディットしてるファイプラーとしての技術、エディットをする、その技術が良くなって、上がったから上手くなって、でジョニーエース以上のレスラーが生み出されてしまったからなのかは分からないですけどね、期待されたジョニーエースが散々だったっていうようなことも記憶にありますね。で対するパトリオットも、パトリオットもかなり初期の頃にエディットしたレスラーなので、ロジックとしてはなんていうんですかね、そんなに、入り組んだロジックというか、練りに練ったロジックではなく、かなりシンプルなロジックなんですけど、とにかく必殺技であるパトリオットミサイルですね、コーナー最上段からの、ショルダータックル、ただのショルダータックルなんですけど、これがこう猛威を振るったというようなこともありました、ね、だから期せずして、今回この32の予選トーナメント、一応32名をなんかバラバラというか、あんまりなんか被らないように、女子をできるだけ散らしてとか、漢字ばっかり並ばないような、そんなわけのわからない散らし方を一応したんですけども、ここはね、季節して一緒になったということなんですよね。だからこの2人が、僕の中でですよ、僕の中では、
なんか WMW というこのリングの上でなんか生き残りをかけた、過去の名声があって、でその新しく台頭してくるレスラー、若手レスラーたちとの、流れがあって、同じような状況に追いやられつつあるこの2人が、生き残りをかけた戦いをやってるというような妄想が僕の中には今あるんです。これぞ架空ファイブ団体の楽しみ方だなと僕は勝手に思いながらね、僕はだからこの試合をなんかこうワクワクしながら見ているということなので、まあ、皆さんもね、そんな妄想を楽しみながら見ていただけたらと思います。さあというわけで試合の方に集中していきましょう。試合時間は10分経過。さあこれでおー叩きつける。さあリング中央、そしてパトリオットが、あー一気に決めた。ジョニーエースがあっさりと、あのジョニーエースがもうあのピースサインは見ることはできないのか。きっとパトリオットも驚いてることでしょう。確かに流血というこうちょっとアクシデントはありましたが、あージョニーエース。試合時間10分43秒、フルネルソンバスターからの片指固めでパトリオットがジョニーエースから3カウントを奪った試合でした。いやーまあこうなったらね、パトリオットとしてはジョニーエースの分も頑張ってもらいたいなと思います。はい、では次の試合に行きましょう。さあでは残り3試合いきましょうかね。本日の4試合目となります。1回戦の第14試合、川田俊明対グランナニワの試合お届けしてまいります。試合開始です。さあというわけで川田俊明もうね、全く何の説明も必要ない、足利高台かなんかね、でレスリング をやって、川田はなんでプロレス始めたんでしょうね。まあ、三沢がやってたから、三沢が確か同じ出身でプロレスやったからみたいなところがあったんですかね。なんかその辺はあの分かってるようで実は分かってないなと今ふと思い返してみたり、まあ、全日本プロレスで、キャリアを積んで、でジャイアント、ババ、ジャンボ鶴田、天竜源一郎っていうがトップをやってる時代だから、まだ、三沢光晴がまだ、タイガーマスクで、その後ジャンボ鶴田がどっちだったっけ、天竜が先に抜け、ジャンボ鶴田が病に倒れ、ジャイアント馬場も一線も離れ、ジャイアント馬場さんからするとこう全日本プロレスこれで盤石と思ってたのがガラガラと崩れていったというようなことになったわけですよね。でそれで三沢光晴がタイガーマスクだったのを、マスクを脱ぐ、そのマスクを脱いで決意表明をした時が、タッグを組んでたのがこの川田だったんですよね。で川田に試合中にマスクを取れと、後ろを指さして紐を外せと。でその時の川田の慌てっぷりが、あれが本当だったのかガチだったのか、演技だったのか僕は未だに分からないですけども、まあ、でも試合中にそのマスクを、対戦相手の八代明に叩きつけて、殴っていくということで三沢時代、開幕のそこがのろしだったわけですよね。でその三沢がこう台頭していくことで三沢、蕎麦氏でこの川田で田上が、四天王として全日本プロレスを支えていくということに、まあ、なるのは、まあ、別に僕が有名あの説明不要の有名な話とよーカリエルボでもいやでしたね。この間ね、あのね、何やったっけな、秋山純の本を買って、ほとんど今読んでないんですけども、その秋山純が残ってる言葉で、元子さん、馬場夫人、元子さんが残した言葉としてこういうのがあるんですっていうのをなんか紹介してた、なんか流れでね、なんか紹介してたのが、ジャンボ鶴田が長男かなんか言ったから、ほんで三沢くんが何々
で小橋くんが何々、で川田くんが何々っていうのがあるんですよ。田植えだけそこに出てこないんですよね。それがね、僕がちょっと引っかかったというか、まあ多分そういう流れの話じゃなかったとは思うんですけどね。でなんかそこに田植えが、出てこなかったのが田植えらしいなみたいなことを思ったっていうような、ことがちょっとあったと。まあ、全然田植えには今あの完全にとばっちりなんですけどもね。まあ、現在はこの川田俊明、ラーメン屋さんでね、未だに頑張っておられると。あのかなりいつもね、儲かれへんって言ってなんかぼやいてるそうですが、いつかは行きたいなと思うんですけどね、なかなか実現せえへんな。なんかね、かなり偏僻なところにあるというようなことで、でもそのラーメン屋さんで、一応ちゃんと自分で考えて自分でやって1から10まで全部自分でやるというようなことをやったから、本も出せたりとかね、プロレスラーなのにその飲食店業のことで、絶対に飲食店業をやらない方がいいですよ的なノリ感覚の本で、まあ、その苦労を、ずっと書いた本が出たりとか、でそれがメディアに乗っかったりとかね、ということで、まあ、なんだかんだでこう良かったんじゃないかなと思ったりするんですけども、やっぱり僕としてはこの、プロレスラーデンジャラスメンジャラスじゃなくメじゃなくデの方が僕はやっぱり好きだな。四天王の中で誰が好きかって言ったら、確かにね、三沢とかの方が、三沢がやっぱり強いなと、あの強い弱いじゃなく好き嫌いね、好き嫌いで言うと三沢がやっぱりその上に行くんですけども、僕は川田嫌いじゃないっていうのは前から言ってたと思うんですけどね。かといってめちゃめちゃ好きかっていうとね、この人のなんかあの人間性をあんま疑うような感じをちょっとごめんなさい見聞きすると、ね、なんか川田推しをやめようかなって思ったりすることもあるんですけどね。でもやっぱりプロレスラーとしては川田俊明ってやっぱ素晴らしかったんじゃないかなと、思ったりしますが、いかがでしょうかね。で対するはグランなにわということで、まあ、こちらも説明不要の、カニ道楽をキャラクターとしたレスラーで、道のくプロレスで長らく活躍して、でその後引退してサラリーマンになって病に倒れてお亡くなりになるというようなことになるんですよね。まああのねえ、悪いやつほど長生きするっていう言葉がありますけども、なんかもったいないというかね、なんかもうちょっと好き勝手にやってもこの人は良かったんじゃないかな。その道のくプロレスというグループ組織の中でなんかこう時代とともに翻弄されてしまった、いろいろ考えて優しいとかさがなんかこんなが裏目に出てしまったんじゃないかなみたいなことを思ったりするんですけど、わからないですよ、知らないですよ本当のところはね、どうなのかね。まあここはリングの上なんでね、しっかりとグランナには表現して、勝てばまたもう1試合です、負けたら終わり、さあその戦いということで試合の方に集中していきましょう。さあ川田が躍動する、さあバックエルボーからカウント 2.9、 やはり四天王を背負う川田の方が一撃はやはり上、しかしグランナリはもう鬼のような粘りを持っているはず。エルボーが当たる。さあ試合時間は14分経過、カウントがどうだ、 2.9 まで来ましたね。ということはそこそこのダメージを与えることに成功している。さあもう一発出るか、カニエルボー、いいですね。これはあのもちろん技クラフトモードで、作られた技で、私は作ったわけでは全くございません。すごいですよねこれね。あの前も言ったと思うんですけども、あのスティームのワークショップ探すと失敗バージョンも実はあったりね、芸が細かいなと思いながら。さあカニが躍動するのか、どうだ、エルボーランニングしてからのエルボー、さあしかし川田すぐに起き上がって、いや、うーん、丸め込んでいく、どうだ、うわー、カウント 2.9。 さあここは川田得意の日和芸を見せているのか、ジャンピングハイキックではなくジャンピング顔面蹴りですね。
そっからデンジャラスキック重ねていく。さあ川田のあのパワーボムが見ることができるのか。よーパツームストンパイロドライバー。グランナニワはあの旋回式のドクターボムでしたっけ、なんかがありましたもんね。じゃあそれそういう大技が決まれば十分可能性はありますが、その前にいやーカニが料理されてしまった。最後は顔面への蹴り。このねファイプロワールドでそのジャンピングハイキックっていうのはあるんですけどね、あのモーションを逆側っていうのがないんでね、これをあの作ってくださった方にも本当に感謝してます。試合時間17分2秒、ジャンピング顔面蹴りでからの背面式片指固めで川田俊明がグランナニワから3カウントを奪った試合でした。パワーボムはまた次回のお楽しみにということになりましょうかね。いやーグランナニワね、でもあの、カニカニエルボーが見れて私は良かったと思います。はい、では行きましょう。残り2試合ね、いきましょう。グロムザザ対覆面太郎、またこれ複雑やな、複雑でもないか、というわけで本日の5試合目1回戦の第15試合お届けしてまいります。試合開始です。さあということでグロムザザの説明ですね。ここ僕いつもね勘違いしてたりするんですけども、かつて前田明がやっていた、今もう一応ね名前だけは残してる、活動休止中という認識になってるそうですが、ファイティングネットワークリングスですよね、リングスというまあ、世界中の格闘家を集めてきて、で、やろう戦おうぜ、同じリングで戦おうっていうような趣旨。この前田明という方はね本当にあの何て言うんですか、先見の明があるっていう意味と、ちょっと早く行き過ぎて観客が見ている側が、ついていけない、っていうようなパターンみたいなのをギリギリの線いってるような感じがするんですけどね。あのその後のアウトサイダーとかもね、不良を集めて格闘技にしてしまえって言って、あれもすごく先にやるけども、もうちょっと時間かけてやってたらもっとなんか世間的に大成功してたんちゃうかなと思ったり思わなかったりもするんですけども、で、まあ、その世界中の格闘家を集めて、戦いにして、で、それが画期的だったのは、まあ、先見の明があったからだと思うんですけども、世界中に散らばる格闘家っていうのは、格闘技をずっとやってるけども格闘技でお金もらえるとは思ってない方が多かったんですよね。要はその、なんとか選手権みたいなことがあるけども勝ったところで別にギャラが発生するわけじゃなく、名誉がもらえるだけみたいなもんですかね。まあ、優勝したら賞金が出るんでしょうけども、それで生活しているほどいけるほどではないから、全然皆さん普通の一般の仕事をしながらというようなことをやっておられたはず。でそれを、まあ言い方は悪いですけどもショーとしてお客さんを入れて、でスポンサーをつけて、で、お金が発生するようにしたっていうことができたから、それができるんであればいくらでも協力しますって言って世界各国からやってきたと。でこのグロムザザは、そういう世界からやってきたレスラーの中の、リングスグルジアなんですね。グルジアってどこって言われたら僕も全然わからないんですけども、とにかくグルジアだそうです。リングスグルジアといえば、ピターゼタリエルとかね、うちでは作ってないんですけども空手の、すごい人が来たりとか、あとねグロムザザの弟かお兄ちゃんがいたとか、このピターゼタリエルもピターゼアミランっていうのがいたなとかなんかねぐらい。だからそのリングスグルジアで僕が思えてるのは、ピターゼタリエルとグロムザザぐらいなんですけども、まあとりあえずリングスに上がってるでしょということですね。でもどんな、選手だったかっていうのはあんまり覚えてないですが、まあ、何やったっけな、なんかな、あのね、まあ、リングスでその言うとコマンドサンボ、ボルクハンとか、が有名なんですけども、
アンドレイ・コピロフとかね、それとはまだ違う、なんかね、なんとかっていう格闘技があるんですよ。そのグルジアでやる、相撲でもなく柔道でもなくみたいな、その相手を投げるっていう技術をこう競い合うっていう競技、格闘技がなんかあって、それのなんか猛者だったんじゃなかったかなと思います。まあ、一応関節技とかもちゃんとできるというようなことなんでしょうね。はい、そんな グロムザザですね。めったにこの格闘プロ団体テロネドでは登場しないレスラー、グロムザザがいたんですかって言われるようなレスラーの一人ということになります。さあ、対戦相手は覆面太郎ですね。こちらはですね、覆面太郎、日本人、国産覆面レスラー第1号っていうのが一応覆面太郎なはずですね。その後覆面太郎2号とかもなんか登場したそうですが、それとは全く無関係で、この中身は、ストロング小林さんですね、ストロング金剛とかっていう名前にもあった、一緒です、そうですよね。で、この方がマスクをかぶって一時期活躍、こうやって、覆面太郎として活動していたというようなことになるわけですね。で、ストロング小林をじゃあ作りゃいいやんって言って思って、ストロング小林をね、僕あんまりね、なんかね、あのアントニー猪木、どっちかって言ったらアントニー猪木派と言ったらいいんですけど、まあ、ストロング小林に対しての思い入れがほぼなかったんですよね。で、全然なかったんですけど、なんかこう、なんで覆面太郎を作ろうと思ったらな、まあ、なんかの話の流れで覆面レスラーを作るってなって、なんか面白いことないかなみたいなことを考えてるときに、まあ、今みたいになんか今よりもちゃんとしてない頃ですよね。になんかその、あ、日本人覆面レスラー第1号こういう人がいたんだっていうことになって、でそれで、あ、ストロング小林ちょうどいいやみたいなことになったと。で中身はだからストロング小林みたいな感じにしてるのと、あとは自由な発想で作ってますので、決してそのストロング小林と違うって言われてももう分かりません。ただまあ、あの怪力っぽい、怪力っぽい技をつけてたというのは覚えてるのと、このマスクはそんなに外れてもないんじゃないかなというようなことを一応付け加えておきましょう。さあ、ということでもう喋ることないので試合の方に集中していきましょう。さあ、だからあれですよね、あの格闘ファイプロ団体 WMW としては、この2人の対決というのはもう、あのなかなか見れない者同士の対決というような接点となりました。あ、グロムザザいいですね。多分こういうね、あのね、相手をなんかこう投げつける柔道っぽい格闘技があるんですよ、そのグルジア地方では。で、それもチャンピオンかなと。まあ、はい、それはまた皆さん各自調べてください。さあ、ということで、その投げ技を連発していく、さすがに覆面太郎、これはもうギブアップ寸前なのか。いやー、でも覆面太郎も返していく。ストロング小林も、ストロング小林も作らんことじゃないですかね。なんかね、やっぱりアントニー猪木目線で見るとね、ストロング小林ってなんか負けてばっかりみたいな感じになるんですけど、決して弱い人じゃなかったですよね。またちょっと勉強します、ストロング小林についてはね。さあ、ということで、どちらが生き残るか、この今リング下の方の状況を打破した方が有利な展開となりそうなんですけども、さあ、ちょっとグロムザザの方がギブアップを奪える技が多いの分だけ、あー、でもどうだ、逆に返していく、ニアロープになりますが、覆面太郎も負けてない。さあ、お互いスタミナが切れてグダグダな展開になってきたか。ロープワークとかっていうのは全くないですもんね。まあ、この辺は潔いというか。おお、これはどうだ、足を取っていく、しかし覆面太郎も耐える、まだギブアップしない。試合時間は間もなく16分、依然グロムザザがペースを握っているという状況で、アキレス腱固め、どうだ。さあ、防戦一方、覆面太郎、何か逆襲できるのか、場外戦には付き合わない。さあ、お互いこれはかなりスタミナを消耗しているはず。
もうあとは残る気力だけになってくるか。おお、ここで担ぎ上げた。一気に決めるか。プロレスチックな技。さあこれでペースを握ったか。どうだ、覆面太郎。普通にカバーとかいきそう。おおおぶちかましからのボディープレスで、どうだ、いや気がするな。なんかオールドスクールの試合、古いタイプの試合と昭和のね、なんか試合というかね、試合時間17分32秒、超肉弾プレス、これはあのボディープレスのことですね、で覆面太郎がグロムザザから3カウントを奪った試合でしたね。グロムザザは多分よっぽどのことがない限り、なんかの返し技でもしかしたら出るかもしれませんけど、基本的に3カウントを狙うことは全くないですからね。まあそう考えたら安倍晋三レフェリー、3カウントを叩くスピードが速い安倍晋三レフェリーとの相性で言うと覆面太郎の方が上という勝ったのも必然かもしれませんね。はい、というわけで謎のマスクマンが一人、勝ち上がりましたが、ここにももう一人謎のマスクマン登場ということになりますね。本日の6試合目、最後の試合となります。1回戦の第16試合、花月対アズテカの試合をお届けしてまいります。試合開始です。さあということで、花月はもともと仙台女子、あれ花月と葉月、これ花月で合ってますよね、さっき花月で言いましたけど、花月と葉月がいつもよくわからなかったりするんですけども、花月はもともと仙台、女子でデビューして、その後いろいろあって、スターダムにたどり着いたものの、まあ若い頃からプロレスをやっていたからっていうこともあって、もう引退をもう完全に決めていて、でスターダムで最後、引退をして、で、そのスターダムでの引退と、確か仙台女子での、引退っていうのも何かあったんですかね。でちょっとと記憶が定かじゃないですけども、今度行われるって言ってる、もうすでに行われたか、木村花メモリアル大会っていうのがなんかあって、で、木村京子さんがねいろいろ動いて、でその大会に確か花月が1日限定復帰みたいなことがなんかあってような気がしますね。まだ多分そんなにお若いけども、まあだからそのね、その辺がなんかこう、本人はもうこの前々から決めてることでしたからっていうことで、その引退を、多くを語らずしたんですけども、立つとか後を濁さずみたいな感じですかね。ただそのスターダム内部では、葉月、同じ大江戸隊でしたっけね、そのユニットを組んでいた葉月っていうレスラーが、思いっきり立つ鳥跡を濁して辞めていく、去っていくというようなことになったんで、これは花月もなんか あるんじゃないかっていうことになってたんですけど、まあそこはもう、まあ、大人なのか、もう変なこと言ってややこしくなるのは面倒くさいからということになったのか、去っていったというようなことですかね。今はどうされてるんでしょうね。まあまあ、またプロレスが、できる状態なんであればね、どっかで復帰したら面白い、ファンは喜ぶんじゃないかなと、なんか安易に思ってみたりしますけどね。さあということで、対戦相手のアズテカですね、白いマスクでやっております。全身傷だらけですね。プロレススーパースター列伝という、まあ、プロレスファンであれば、
バイブルとして、取り扱ってもいいあの漫画があるわけです。まああるわけですよね。その漫画が出た当初はあの漫画は、なんだそのすごいこうプロレスラーのこう裏の部分は裏の部分というか控室の部分というか苦労の部分だったり、ヒストリーを知ることができてすごいなってその当時は思ってたんですけども、今となっては、あれはもう話半分で聞いとかなきゃいけないよというようなことが、多々あると、まあ、演出とでも言いましょうかね、いうことがあるということもまた今まあもうそれも常識になっておりますが、そのプロレススーパースター列伝、ミル・マスカラス、マスカラス兄弟ですね、マスカラス・ドスカラス兄弟 の、まあ、そのプロレスサクセスストーリーを描いている回、ショーがございまして、その中で、兄のマスカラスが、デストロイヤーとの対戦で、金玉を打ちつけられて、まあ、それが原因だったか調子を崩して大怪我をしてだったと思う、違うなんかストーリーがあったかな、なんかまあとにかく体調崩してとで、なかなかリング復帰できないような状況で、ドスカラスは、その頃一方ドスカラスは、兄に反して好調で、リングの上でも飛び跳ねて頑張ったと。でそんな時にドスカラスのその試合後の控室を訪れたマスカラス兄、ドスカラスがお兄さん相変わらずどうなんですかと、いやまあこんな状況でねというようなことで2人で、会話をしているところに現れたのがこのアズテカという、メキシコでヒールレスラーとして活躍するレスラーということで登場します。でこのアズテカが、登場したことにより一気に空気は一変しましてね、それまでお兄さん弟よってやってたのが、ドスカラスの方がですね、何このまた悪いことをやりに来やがってと、敵にまた敵の傷に塩を盛りに来たのかみたいな感じですよね。まあ要はその、ミル・マスカラスがこう怪我で苦しんでるのを嘲笑いに来たのかみたいなことを言いに来たっていうことで突っかかるドスカラスですが、それを兄マスカラスはね、まあ、ちょっと大人ですからまあまあまあとっていうことを言う。でその次にアズテカがいや俺もプロレスではかなりこう生傷の絶えない男なんでな、でその生傷を癒すためには、どこどこの火山地帯にあるその辺に中腹に温泉があって、そこの温泉がとにかく傷に効くと、で俺もよくそこにお世話になったなと、でしかしおっとこれ以上敵に、ネタをばらすのは良くないなということでさらばって言って去っていくわけですね。でドスカラスはそのシーンに気づかずに、あの野郎あの嫌がらせしに来ただけじゃないかよって言うんですけども、いやマスカラスはいや違うと、あれは、俺たちにわざと教えてくれたんだよ、俺はアズテカを信じようと思うということで、ミル・マスカラスはその火山地帯に向かい、そしてその温泉に浸かる。でドスカラスが何週間か後、お兄さんやっぱりダメだったかって言って見に行ったら、ミル・マスカラスはその火山地帯を、鳥のように飛んで現れて、ヒューンスタックルクルとかっていうような感じで、俺は違うわ、その前にあれですね、あのちょっと歩けるようになったよって言ってなって、その後もう一回2週間ぐらい来たからもう完全復活してたっていうことでアズテカに感謝だなみたいなことがあるわけですよね。ところがですね、このアズテカ、先ほど申し上げたようにこのプロレススーパースター列伝というのはその当時は真実だと思われたことが、実はかなり嘘っぱちだということがもう今じゃ常識になってるんですけども、このアズテカというレスラーが存在すらしないということが、分かりましたね。まあ、もしかしたら知りませんよ、本当はいたのかもしれないです、その情報に何にも載ってないだけで本当はいたのかもしれないですし、アズテカという仮の名前、別のレスラーがアズテカというふうに脚色されてるだけなのかもしれないですけどね、このアズテカというレスラーがいないということなんです。ところがそのいないということも分かって、このプロレススーパースター列伝の読者であった私たち、プロレスファンにとってはこのアズテカというレスラーが強く印象付けられるわけですね。である日何かの話の流れで、このアズテカというレスラーが WWE にはいないんですかねみたいなことを聞いたときに、これ面白いと思った、悪乗りした私がここにいるわけですね。
で、当然そのアズテカは、試合実在しないレスラーですからね、試合をすることはないんですが、その後そのプロレススーパースターレスラーに1回だけ登場するんですよね。でも実はね、試合で、なんかその一時はその流星を誇ったアズテカ、悪いことをしてね、ヒールレスラーとして、トップだったアズテカも、今はこうやって負けちゃいますっていう、その負けるシーンだけが確かあった、描かれてたと思います。だから試合のシーンは全くないわけですよね。ただ生傷の絶えない、ヒールタイプのレスラーで、マスクは、白っていうこと。でも WMW に登場した頃はそのなんていうんですか、ちょっと小豆色にしたりして、白じゃちょっとなと思ったりしたんですけど、ね、まあ、今はちょっとまた白にしたんですけど、ね、今というかだいぶ前に。でこれはですね、たまに私はずっと、お、これはうわー決まった。まあ私ね、ファイプラーとして曲終わってからの方がいいですかね。私こうファイプラーとしてずっと実在する、もしくは実在したレスラーをエディットするということをやってると、どうもたまーに行き詰まるんですね。でたまーに行き詰まって、もうなんか適当に自分の好きなレスラー好きなように一回作らせてくれって思うのがたまーにあるんですよ。でそのたまーにがこのアズテカに込められたというようなことで、まあ弱くもなく強くもなく中堅クラスぐらいのヒールタイプの生傷の絶えないレスラーというテーマで、再現してみましたが、哀れ、葉月にやられましたね。あれ葉月やった、あれ僕ずっと花月って言ってたな。うわあれちょっと待って、まあいっか、とりあえず、いやちょっと待って、これは大アクシデントでは、あ、びっくりした。状況説明をします。私のノートに、花月って書いただけで、本当うわ、これはやってもうたな。収録し直したいぐらいやけど、もうしょうがないですよね。テロップをどっかで入れときましょう。こう、ああ、やっちゃった。まあいいや。はい、とりあえず終わろう。試合時間17分43秒。シューティングスタープレスで、ちゃんと葉月です。僕は花月と思ってずっと喋ってましたが、嘘です。ごめんなさい。ごめんなさい。というわけで、葉月さん、2回戦進出おめでとうございます。はい、というわけで、いやー、びっくりした。花月はもうすでに試合をしてるはず。でもこれを今ちょっと調べてるとややこしいので、もうノーチェックでいきましょう。後でチェックしておきます。はい、というわけで、1回戦がこれで全て終わりました。2回戦は次回こんな感じになってますということだけタララッと見せて終わりにしたいと思います。そうか、何をとち狂ったんやろ。うわー、やってもたな。全然花月ややこしいんですよね。花月と葉月がね、それが悪いんですよ。僕は悪くないっていうことにしておきましょう。はい、というわけで、こんな感じで2回戦も次回お届けしてまいりますので、お楽しみに。ということで今回は、変な感じになりましたが、この辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。明日もお会いしましょう。ではまた。